では始まりましたアマチュアチャンネルです。今回はですね、はい、第252回トイック公開テストを受けてきましたので、その感想を述べようかなと思いますね。まあね、その名古屋までやってきまして、名古屋のね、ホテルで今撮っているんですけどもね、本当はね三脚使ってここに立ててこの白バッグで撮ろうかなと思ったらさ、これ三脚持ってきたのよ。ここねカメラくっつけるやつ持ってくの忘れてた、ガビーンみたいなね、はい、いう感じで、今まさにね、試験が終わって、まあ、すごく近くのホテル撮ったんで、今まさにね、そこで窓の外見ると、こう、試験終わって、名古屋駅に戻ってってる人たちが見れるんですけど、はい。そんな中ですね、受験しました。ね、ここのホテル多分、東進の東大特進で泊まったことあるんだと思う。インターネットに自動的に繋がってる。なんですが、はい、感想を述べていこうかなと思いますね。どうだったでしょうか。まあ自分が受けた感想としてはちょっと優しめだったかなっていう感じですね。どうでしたか、皆さんはどう感じましたかね。あ、トイックっていうのは複数フォームがあるのでそこ間違えないでください。私と全く同じ問題を受けてるとは限りません。決められたパーセンテージは同じなんですけど、それ以外の問題は別のものになるのでフォームごとに違いますので、そこは知っておいてください。で、感想ですね。パート1、写真、普通だったかな。そんなにあれとか思うものも特になかったと思いますね。でもやっぱり消去法は使った方がいいと思います。一問、おそらく多くの人は聞いたことない表現であれってなったと思います。僕はまあ何回もトイック受けてるから、ああこの表現だって思ったけど、おそらく知らなかった人が多かったかなっていうのが一個ありました。パート2はやっぱり応答問題のやつですけど、やはり変化球が厄介。変化球今回ね真ん中に出てきたんだよね。12番3番4番5番6番、そのあたりのところに3連続変化球が出てきて、そこがすごく難しかったですね。かなりレベルの高いもんなんで、なんでちょっとパート2は慣れてない人には相当大変だと思いますが、まあやや難ぐらいにしておきますかね。自分は結構正解じゃないと思ってこう言ってたら、あれ違う、 B も違う、あれ C も違う、あ、そっか、こういう場面だったらこれあり得るなって言って A を塗ったんですね。そういうことがあったりしますので、やはり変化球に気をつけなければいけません。パート3、普通だったかな。そこまで難しいと思った問題はなかったですけど、どうでしたか、皆さんは難しいと思いました。ああ、ただまあ模試とかでは結構もう出てはいるんですけど、グラフィックの問題ですね、図表の問題でこう2列に並んでて、1列が選択肢になってて、もう1列が答えのヒントになるっていうねパターンあるんですけど、そこは今回4列かなんかになってる問題が出てたんで、ああちょっとレベルが上がったなっていうね印象を受けました。ただ3人会話のやつとかもね分かりやすかったかなと思います。パート4はまあ同じ普通ぐらいかなと思うんですが、一セット聞き逃したところがありまして、もしかしたら言ってないのかなとも思います。ヒントをさらりと言ってて聞き逃したのかなと思います。別のヒントがちょっと聞こえたんで、まあおそらくこれが正解だろうなと思ったんですが、ちょっと自信ないなと思いましたね。だから多分99問は自信を持って正解できた。1問が微妙だけれどもおそらく合ってるっていう感じで、まあ全問正解はできたと思います。一セットなんかすごい難しいのがあったんだよね。多分この状況わかんないだろうなって思うのがありましたね。続いてパート5ですね。こちら難問が少なかったかなという印象ですね。ちょっと接続詞系統の問題が多かったなって思いますね。で、あとは、そう、昨日の動画で出した、そう、開成高校の問題ね。それがさ、2問も出てたね。そう、まあ、問題発表しちゃいけないですけど、だから、言えないですけど、どの問題か。まあ、同じフォームを受けてた人だったら、その動画、まあ、概要欄に貼っときますけど、それを見れば、すぐわかりますよね。ああ、あれだ、あ、これも出てた。改正の問題のね、答えが2つもね、ありましたよね。さらには、そのサブチャンネルで出したね、トイックの抽選外れましたよっていう動画で話してる内容のことも、ちょっとパート5の答えにあって、ちょっと驚いた。あ、これ、あの動画で喋ってる内容が、ね、すごい似てることが、そのまま正解になってるって思って、そこもちょっと驚いたんですけど。続いてパート6。ああ、まあちょっと読むの面倒だなと思ったけれども、文章入問題が、簡単だった印象ですね。
とだったですかね、分挿入がいつもはやっぱ消去法使わないと無理だっていう感じになることが多いんですけど、今回はもうバッチリこれが絶対正解だっていうので選ぶことができたかなと思います。ただし最後の分挿入問題は難しい、答えのヒントがちゃんと分かってないと引っ掛けの選択肢とね悩んじゃう、あの服のやつですよね、悩んでしまうだろうなっていう印象ですね。そしてパート7ね、どうだったかね、パート7はまあ読む量はやはり多かったですね。あとはやっぱり照らし合わせと、今回は推測がやっぱりきついっていう印象でしたかね。まあ、やや難としておきますが、推測問題がちゃんと分かってないと、そうで、ここにこう書いてあるからそこから推測してこれが正解っていうのをきちんと分かってないと解けない問題が多かった印象ですね。どうでしたか？はっきりと書かれてないじゃんっていうのがいくつかあったね。で、ああまあでもトイックの推測だからこんなん大学入試でやったら文句が出ちゃいそうだけど、トイックだったらまあこの推測っていうので正解だなって選んだのが3問ぐらいあったかな。そういう感じだと思う。やっぱこの推測系っていうのが大変だっていう印象ですね、トイックはね。そんな感じです。まあ何かしらね、質問等ある方はね、6時からのライブ配信がありますので、そちらで行ってもらえればいいんじゃないかなと思いますね。はい、今回もまあ R さんに参加してもらいまして行いますので、半沢直樹までには終わらせる予定ですので、まあ、結構早めに終わればメンバーシップの方のライブもやろうかなと思いますね。まあ、2時間ぐらいでちょっとトイックライブ終わって、でちょっとで 3,40 分ぐらいメンバーシップでやってっていう感じかな。で半沢直樹見るみたいな感じにしようかなとは一応思ってます。はい、あ、そう、今日なんか2人に声かけられましたね。そう、最初がね、あのただよめのサムネ作ってる人だった。すごい面白いと思って、ただよびのサムネと、あと鈴木貫太郎さんのチャンネルのサムネイルズ作ってくれてる人同じなんですけど、あったのも面白かったし、あとは、あとそうそう、東進で公開授業出ましたっていう人がいた。すごいね、名古屋で。あ、昨日もでも道端で声かけられたの、写真撮ってくださいっつって、うん、そんなこともあるんだなと思いましたけど、はい、どうでしたか。今回そうね、いろいろ並ぶところとかもね、開けて並ばなきゃいけなかったりとか、エレベーター乗っちゃダメとか、やっぱりいろいろありますね。この席もこう離してあったじゃないですか。どうですか、そうなってたでしょ。それで大学だったんで、僕なんかね、ギザギザに座らせられるんだよね。真後ろじゃなくて、こうギザギザに座ってて、いや、この後ろの人、めっちゃ僕の答え見えちゃうじゃんと思ったけどね。あれもどうなのかとちょっと思ったけど、スタッフのね、今回の人もね、なんというかね、初めてトイックの試験官とかやったのかな、もうボロボロでしたね。もういろんな状態になってましたし、ね、サーモグラフィーとかもあったよね。はい、まあまあこの辺のね、ことこんなことがありました的なね、ものはまた動画にしてサブチャンネルであげるかちょっとわかんないですけど、ちょっと撮りたいなとは思っております。はい、何かね、皆さんもね、気づいた点とかね、こうだったよみたいなね、情報ありましたらぜひぜひお知らせください。はい、とにかく受験なされた方、本当お疲れ様でした。私は今からこの動画を編集してすぐに上げます。そして生放送ですね。はい、ぜひ聞いてください。6時からよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 ぶつけた。